見ろよ、父兄さんだ。ちょっときつそうだけど、かなりイケてるな。大人のお姉さんはレベルが高かろう。ここは一つ、俺が手を…父兄さん、よかったら俺と…なあ、誰が父兄さんだ、誰が。すいません。何の用だ、こら。はい、俺、お茶を…お茶？ああ、そういうことか。いいぜ、まあ、え、本当ですか。おう、渋谷の喫茶店に案内してほしいんだ。え、いや、違う。そこの角を回って、まっすぐ行って、右行ったとこな。そうっすね。でも、そうじゃなくて、俺…は？はい。おう…よく見ていたか、弟子よ。いくら可愛くてもおまわりさんには手を出すな。落ち込むな、弟子よ。言っただろ、
ナンパの世界は諸行無常。じゃ、本番行こうぜ。何驚いてんだよ。仮にさっきのナンパ全て、彼女は食べ歩きが趣味で、気に出没範囲は相当広い。くっくっく、君もビッグな人物になる気配を感じるね。その可能性に敬意。次も。さてと、1階にも飲食店があるみたいだな。ビンゴ、ターゲット確認したぜ。ネットの画像で見た通り。よし。へい、そこの彼女。君、可愛いから声。おっちゃ、それなら、俺こう見え。あれだけ玉砕したんだが、前にお会いしましたよね。好きなんですか？私も好きなんです。ここのオムライス、その子はセントラル病院で、良いものを知らなかったからといって、知らなかったのなら今度は私が。ここのオムライスの一番のポイントはですね、そのバターをたっぷり使う。あなたにもあり、目の前で、ここでは、その光景を。やはり百聞は一見にしかず、いえ、一緒に。あなたのおかげで二人連れ以上じゃない。ありがとう。あ、ごめんな。はい、もしもし。いえ、戻ります。すいません、呼び出されてしまって。やりやがった。なんだよ、あれか、俺の背中を見て覚えたってやつで。どうよ、シビア。どうした？これがオムライス超絶大盛りセットです。あの、私だけが、今日はあなたに、私だけ、おい、ユーゴか、私の、実は、
ったからアカウントさあ。いやまさかユーゴが先に話をつけて、それなら最初から普通に話しかければよかった。そうだあれからだんまり。あらら、ともあれ、あっでもよ、いやユーゴからの依頼は岸辺だから今回は。なるほど。まず俺と千歳が、その間にお前はこれで。なーにうろたえてんだよ。今回の陽動やサポートはこう、しかも相手は天下の神城さん。新人を卒業するに本来はログインする多少の違和。大丈夫だって。始めろ。顔がにやけてる。君に言われなくてもちゃんと休んでるよ。分かってる？中に侵入だから。ワームマンも分からないことがあったらよろしくね。任せて。驚いた？エリカの記憶からハッキングスキル、ついでに喋り方も。そういうことだ。詳しくはそのワームを、その子が。はーい。って変なことってどんなこと？サーバーの中心部まで行って、ここのセキュリティデジも初めてなのに行ったでしょ。それでなんでそ、エリカの記憶はデータ化されて、だからわからない。私もエリカの記憶、エリカは人の脳は本来エリカの脳は記憶をデータ化して、エリカは端末を介して神城と提携。さあ行こう。もう龍二たちのようだ。
人が神城の幹部岸辺理恵だよ。今落ち着いて、その姿なら大丈夫。うまくごまかしてね。ゆうこちゃん、こんなところで何してるのかしら。もしかして誰かとで、thank you.
待って、倒したら、うん、マルウェアとして改造されたからエリカと同じようなサポート、それにほらほら、これで任務。
その質問に関する記憶は今日エリカに直接聞いて。作戦大成功。こいつが入ったおかげでクーディで、ね、何クーディ、作戦成功と新人くんの初単独侵入成功祝いだからな。それかお嬢もいないし、どうせなあ、お嬢にはちょっと、ああ、返事はあった。いや、ああ、もう千歳はエリカが初めて懐いた他人で、これは一時期いろいろあって、今回の仕事言わなくていい。俺あいつの方が。
なんとかなったね。
you
無理は禁物だ。
Thank you.
だ。
私です。調べ物をするために中野に来たんですが、いい資料が。え、悩みがあるならフーディエが手伝う。なるほど、確かに一人で悩んでいても埒が明かる。それではあなた、
屋さん。依頼受けてくれたんです。お願いしたいことって言う。詳しくは話せないんですが、実はある人と。それはでもどういう風にこの本屋にある。ともかく解説された本、例えばよろしく。参考にできそうな作品はたく、家の本棚から探してきた。これか。早く依頼人のところに。いや、新人。なんだ、で、面白そう。そうだ、今ちょうどこ。お兄ちゃん
したでしょうか。そもそも、それにオムライスは作って待っているのではなく、卵のふわふわ感が失われてしまうじゃないですか。なかなか難航し、でもあの正解だけをこれは絶対そうですね。この間、はい、これ。こっちね。はい、言っておくけど、学校に憧れ、ワームモンを解析。わかれば、あと、そのまんま店のだから。友達におすすめされた本がある。どんな？なるほど、こういう切り口がありましたか。試しにやってみますね。もう遅い、待ちくたびれちゃったよ。あんまり遅いからウルトラスーパー心配しちゃったんだよ。あ、で、別に、あ、うん、この本とてもいいと思います。このセリフを言う登場人物、忠実に再ともかくこんなにいいし、これと同じたくさん色、あなたのおかげ。
Thank you.
アクト開始だ。引き力だな。引き力だな。アクト開始だ。僕たちが叶わない。ダメだ、一旦行こう。
これを使おう。ちょっと
みんなのおかげだよ。リュウジ君、いきなり呼ぶ。いえ、お願いするよ。攻撃されている。大丈夫大丈夫。それよりさ、バイトちゃん。残念。おっとっと。ブラッキーイーブ遠足前夜はね。
イさんだぞ。ちょいとアンさん、これからクーロンを見る。いいから黙ってやり。なんとかなったね。
ワッチが優吾は、そん時のワッチは実を言えば最初も安心し、優吾はに言うて、アンさんにこんな話をし、ワッチにとってもし間違ってでも分かってます、分かればいいんです。ワッチは、はっ、挑む相手を間違えんしたな。はぁ、遊びはしまいや。ほな次行きましょう。
む相手を間違えんした。行け。遊びはしまいや。行け。ほな次行きましょう。
Thank you.
遊んでくれますよ。挑む相手を間違えにしたな。ちょっと遊んでくれますよ。挑む相手を間違えにしたな。ちっとも圧にならしまへんな。マッチと遊んでくれますよ。you
の違いをようやくさーて堪忍しておくれやす。口ほどにもあらしまへんな。これでわかりましたやろ。ザクソンはそれなのに夕ご飯もまあそない言うと話はこれ。バッチの言ったことデモンズも近いうちに必ず。あ、俺もリュウジも。治療っていうのは私の記憶がなくなったわけじゃないよ。脳が記憶サーバーとリンクしている限りサーバーに上げたデータ。確かに。でもそうしないと。やあ、祭りは楽しい。どういうつもり。新しい伝説準備は整った。近々聞こえたよ、今のが。まさか本気。奴の出方を見る。わかった。もちろん。
Thank you.